マクベスはまだ目も開かない赤ん坊の頃にこの無限城に捨てられた。マクベスが詰め込まれていたバッグにマクベという文字が刻み込まれていたから名字だけは分かった。だが下の名前は誰にも分からない。もちろん本人にも。やがてその頭脳に畏怖を感じた者たちは奴をこう呼んだ。マクベに未知を表す X をつけてマクベス。おい、本当にこっちでいいんだろうな、サルマーシー。信じられないってんなら一人で行けよ。止めやしねえぜ、蛇野郎。もっともお前だけでこの迷路のような無限城を抜けられるとは思えないがな。遭難するのがオチだろうよ。なんだと？蛇の干物になりたくなけりゃ黙ってついてくればいいんだよ。ちっ、なんでこんなやつと。それは俺のセリフだ。おい、今度はなんだ。マクベスってやつはどんな野郎なんだ。銀次に何も聞いてねえのかよ。ああ、俺やカズキみたいに外から来たやつと違って、銀次とマクベスはこの無限城で育った。この最悪な町で。だからか知らねえが、二人とも妙に冷めてるところがあった。何を考えてるのかわからねえっていうか。そりゃ昔の話だろ。今のマクベスは銀次に似ているとは思えねえぜ。ま、会えばわかるか。イルを奪還するには奴にいろいろ聞く必要がありそうだ。イルだってさ、どうやら僕のレンズのことらしいけど、センスのないネーミングだよね。それにしてもシド君って随分おしゃべりになったみたい。きっと外の世界で幸せになったんだね。お友達と一緒にレンズを取り返しに来るなんて昔の彼じゃ考えられないもんな。ねえ、さくら。いいな、ちゃんとした名前のある人は。友達からはシドって親しみを込めて呼ばれるんだろうな。さくらか、いい名前だよね。誰がつけてくれたの？はい、多分母親だと。そう。マクベス？何度もね、同じ夢を見るんだ。銀次さんがいなくなって、それからシド君とカズキ君が出て行って、もう一人のあいつも誰もいなくなって、最後に僕一人。いつもそこで目が覚める。マクベス、時々思うんだよ、いっそみんな一緒に消してしまおうか。あのレンズがあれば何もかも真っ白に。言ってくれるかい。君には辛い役目だろうけど。初めから覚悟している。それに裏切ったのはあいつだ。裏切り者か。その絵がどうかしましたか？あ、しまった、この人に背中を見せてしまった。最後の晩餐、有名なダヴィンチの教会壁画の模写ですね。そうですか。俺、バンちゃんみたいに絵には詳しくないもんで。ご存知ですか、銀次君。キリストを取り巻く12人の使徒、彼らはキリストの教えに感銘し弟子となり常に共にあった。それほど強い絆で結ばれていたはずなのに、一人の使徒がキリストを裏切った。ここに描かれている中の一人が
その裏切り者のユダだそうですよ。裏切り者さあ、名画の鑑賞はここまでにして先を急ぎましょう。皆さんも探さなければなりませんからね。あ、はい。次から次へとキリがないわね。あっちは、助けてください。自分たちから仕掛けておいて命乞いですか？知らなかったんだ、あんたが糸の化石だったなんて。答えなさい、マクベスはどこにいる？それだけは勘弁してください。それを喋ったら俺たちの命はない。そうか、答えなくても同じことだ。赤羽みたいなやり方ね。無限城では情けをかければ自分の命取りになりますから。ねえ、おかしいと思わない？ここに入って以来敵に遭遇してばかりよ。まるで私たちの動きを監視しているみたいに。確かに、もしかしたら我々の中に裏切り者がいるのかもしれない。裏切り者？ええ、今回のチームの中の誰かが我々の行動をマクベスに逐一報告しているとしたら。まさか、そんなはずないわ。そう言い切れますか？これでも。カツキさん！やれやれ、ようやく隙を見せてくれました。あんたまさか。そう、僕がその裏切り者ですよ。僕は最初からマクベスの命令であなたたちを地獄に導く案内屋として同行していたのですよ。なんてやつ！あなた、ボルツの四天王の一人じゃなかったの？リーダーの天野銀次を裏切るなんて！昔の話です。今この無限城を支配しているのはマクベスなんですよ。僕はその忠実な部下だ。畜生！さあ、マクベスの命令で、あなたたちには消えてもらいます。あなたの次は、そうですね。誰にしましょうか。最後にあなたに選ばせてあげますよ。さあ、誰に後を追わせてあげましょうか。バン、御堂バンですか。わかりました。次は彼に近づき、この糸の餌食にしてあげますよ。安心して眠りなさい。さようなら、レディポイント。風潮陰流幻術、編曲の放火。驚いたな、この無限城に僕と同じ技を使う者がいるとは。誰だ？この僕がマクベスの部下？冗談じゃない。僕が自ら認め従ったのはこの世でただ一人、雷帝天野銀次だけだ。糸の和樹が二人？どうやらあの煙の騒ぎによって我々がチリジリになった時にすり替わったようですね。正体を現せ、そしてこの行いを悔いて二度と僕たちの前に現れるな。さもなくばこの糸の和樹が死をもって断ずる。そんなことって、その男は偽物ですよ、卑弥呼さん。僕の学んだ風潮陰流幻術に糸を使って顔面の皮膚や筋肉を操り、
顔つきを自在に変化させる変曲の法という秘術がある。その男はそれを用いて僕に化けている。さすが元ボルツの四天王、風潮院流怪伝の腕ってのは嘘じゃなさそうだ。マクベスに聞いた通りだ。我こそは西風潮院派麻生家にて学びし糸の使い手赤目小源太なり。なるほど、それが素顔ですか。卑劣なやり口に似合った顔つきだ。お前のそのお綺麗な顔をすぐにズタズタにしてやる。おっと、下手な真似をすれば女がどうなるか分かってるのか。おいお前ら、えどこまで卑怯なの。よしよし、そのまま動くんじゃねえぞ糸の和樹。いくら怪伝だろうがこっちに人質がいる限りてめえには手も足も出せない。要するに糸の腕より頭の出来、最後に勝てばいいんだよ。勝てばな。さあこっちに来るんだお嬢ちゃん。うわな、何これは。彼女は僕の糸の結界の中にある。近づく者は弾けた糸が容赦なく襲う。原結界、いつの間に。下手な真似をすればどうすると。お前ら行け、全員でかかって奴の動きを止めるんだ。その隙に、おい何やってる。俺の命令はマクベスの命令だぞ。マクベスに逆らう気か。それが動きたくても動けないんです。なんだと。源氏爆だと。西風潮院派と言ったな。その腕ではせいぜい中殿止まりだろう。お前では僕にはかなわない。すぐにここから立ち去れ。そうすれば同じ流派に学んだ者として今度だけは見逃してやろう。そいつはどうも恐れいるぜ。その人、そうとも無限城の特産品無重力合金せよ。風潮院流なんぞ終電まで学べば十分だ。さあて回転の和樹さんよ、鉄道を真っ二つにするこの糸を、その小糸で防ぎ切れるかな。貴様を倒せば俺はマクベスに認められるんだ。こうすればこの無限城がマクベスとあの錬金によって絶対の力を握ったその時、俺も錬金イルのことか。まさか、いや、もしかしたらイルというのは。しまった、取った。勝った糸の和樹に。勝った、この赤目小源太が。バカな無重力合金の糸をただの琴糸で絡め取るとは。俺の糸が。風潮院流幻術に合金の糸など必要ない。教わらなかったか。その奥義は自らの指で奏でる波動にこそあると。波動は糸を伝わり、ある時は糸に鋼のごとき強さを与え、そしてある時は肉を裂き、骨を砕く。助けてくれ。なんて凄まじい使い手なの。こんな男があの天の銀次の下についていたなんて、とても信じられない。雷って、天の銀次って一体。助けて、俺はマクベスに言われて仕方なく。愚かな。その糸は7日の間決して解けぬ。そこで自分の行いを悔い改めるがいい。すいません、卑弥呼さん、僕のせいでこんな目に。まあ正直驚いたけど、ここでは何があっても不思議じゃないものね。とにかく先を急ぎましょう。みんなに合流しないと。少々気になることが。何をするんですか卑弥呼さん。私は何も。体が勝手に動いて。
これはワイヤーコード。さすが糸のカズキ、気づくのが早いな。あれは一体。こいつさ、無限上性超高速インターフェースケーブル、無重力合金でできていて、柔軟性と伸縮性を併せ持ち、滅多なことでは切れない優れもの、通称ギガワイヤこのケーブルを人間に接続することによって、脳神経の運動野に直接アクセスし、体の機能をコンピュータで制御する。それが僕が開発したワイヤードールシステムさ。早い。どうなってんのよ、体が勝手に。そうか、あのワイヤー、あれを通してキミコさんの体に命令を。そしてそのワイヤーの行き着く先はマクベスのマザーシステム。ビンゴ、さすがはカズキ君、勘がいいな。だが僕の計算は完璧だ。さて、帳の十兵衛、そろそろ君の出番だよ。畜生、自分じゃ止められない。まるで別人だ、この異常な速さもマクベスが。なんとかしなきゃ、このままじゃ。あのワイヤーを切れば電撃回。今だ。無駄だよ、答えはすでに決まっている。ゲームオーバー。ドバリだと。ジュベか。とっさに急所を外したか。さすがだな、カズキ。なぜだ、ジュベ。なぜ君が。君までマクベスに。そういうことだ。逃しはしない。俺の手にかかるくらいなら自ら命を絶つ。あいつらしい。ご苦労様、ジュベ。赤目をおとりにあの女にワイヤーを仕掛け、カズキを襲わせる。そしてその隙を狙い、俺が背後からか。あんたの計画通りことは運んだよ、マクベス。不満だったのかい、帳のジュベとしては。真っ当にやり合っても勝つ自信はあった。あいつは俺の手で。ジュベ、君は僕の考えに従っていればいい。分かっている。その女を連れて戻ってきてくれ。なぜ帰ってきたんだ、カズキ。お遊びが過ぎるぜ、マクベス。堀井やマガミ兄弟、赤目のような雑魚を差し向けるくらいなら最初から俺たちに行かせるよ。すぐに片付けて。あまり彼らを舐めない方がいい。君たちは知らないんだ、天野銀次をはじめとする元ボルツのメンバーの実力はこんなものじゃない。さらにドクタージャッカル、彼も実力の10分の1も出してはいない。そして何より危険なのはあの邪眼の男、ミドーバンの存在だ。レンズは今着々と組み立てが進んでいる。何としても彼らに奪還させるわけにはいかない。そのためにはもう少しデータが欲しい、完璧な計算のために。いずれ君たちに活躍してもらう時のためにもね。なるほど、じゃあこれは正解だったかな。仲介屋だ、サウスブロックの入り口で捕まえた。なるほど、役に立つかもしれないね。さあ次のステージに移ろうか。今度のショーはちょっと見物だよ。よーうた、これで安った。こうやって目印つけとくと合流するのも早いし、一度通った場所もわかるし。銀次君、先ほどから思っていたのですが、はい、まさか迷子になったなんてことありませんよね。
まさか。俺ここで育ったんですよ。もう庭も同然。バレてる。どうしよう。バンちゃん、やばいっす。早く見つけてくれないと。俺。なんか俺の顔についてますか？気づきませんか？